はい、どうもイニです。ですね、今日は急遽仕事が中止になったんで、昼間からやっていきたいと思います。まあ、言うて3時か。あ、そういえばですね、インに、よで、隔離よって読むみたいですね。どこかで聞いたことあるなとは思ってたんだけどね、こうやって書くんだね。で、意味がですね、永久に変わらない神域と、死後の世界でもあり、何、読みもそこにあるとされる永久を意味するみたいですね。ちょっと今、ネットの引用で見たんですけど、いいね、永久に変わらない神域、かっこいいじゃないか。というわけでやっていきたいと思います。大瀬かな。みゆちゃんね、みゆちゃんあれだったね。俺のイメージ的にはさ、みくちゃんのイメージが強かったけど、結構なんかあれだね、擦れてる感じ。まあそりゃそうだよな。密かな手がかりはなかった。彼岸湖、ほう、そういえば、はるかちゃんは無事なんですかね。いろいろやってたらあれですね、43万かになりました。まあいいや、行きましょうか。でもな、あれなんで、レン君の強化のためにちょっと、おわ、大瀬か。ひそかさん、いや大丈夫だよ、あの人は無事だよきっと。でまだ死んだとかそういうのが出てきてないから俺は信じているぞ。こうやってね、みゆちゃんとかもね、助かったわけですから。山頂にある、山頂か、てっぺん目指すわけか。ゼロシリーズはさ、全部投資でやってんだけど、今回のボスのまがまがしさはあれだね、作品シリーズ1だと思いますよ。結構悲願じゃねえ、ちょっとね、かわいそうなね、ヒロインが多いんです。ヒロインというかボスが多いんですよね、この作品は。彼岸湖、一人か。お、こっち入れんかったよね、そういえばね。何が光った？これか。はい、オッケー。一応調べて。開きそうにないと。ああ、雨か。怖いな。はい。上に行きなさいよと。温まりポイント何個持ってたっけ。温まりポイントじゃないんだけどそれ絶対絶命都市なんだけど。清めのこの、なるほど。これってあれなんかな、引き継ぎなのかな、今思ったんだけど。いやでも違うよね。やっぱ違うか、章ごとに。やっぱ最初から、ひそかさん、やべ、使っちゃった。こっちかい。美しい。いいんだよね。ひそかさんは、やっぱり、とりあえず撃っとく。ピントが、ちょっとこいつは、しかもなんかいっぱいいる、3体ぐらいいるんだけど。
いや、こいつが出してるのか。くそ、食らっちゃった。これ、取ると、やばい、これ。なんだ、なんだ、なんだよ。あれだ。取ると消えるやつか。2個使っとけ。どこだよ、マジで。おった。とりあえず攻撃、反応が。なんだ、どっちだ。おー、いた。なかなかうまく。あ、こっちの反応は何なんだ。ん、2つあるんだよな、反応が。火の玉がどこだ。いた。取って消す。やっぱり俺や。マジでくそ、不意打ち、不意打ちすぎる。お前そういうのもできんのか。とりあえず攻撃をしていく。人玉、これいいか。ちょっと攻撃してきてほしいんだけど。とりあえずホールドだ。あ、もうめんどくせえな。もう一回突っ込んでこい。撮影して消すスタイル。あ、もう危ねえ。こいつなんかすげえ不意打ちすぎるだろ。やばい、いねえ。あ、倒したのか。まあいいや、よかった。ちょっと使っちゃったけど。ほんで、うん、あれだね、あの、この調べるのところで ZR ボタンを押すとあれなんだね。それでもなんか調べちゃうんだね。雨だから関係ないよね。うん、こっちか。はい。いやいや、めっちゃ手こずっちゃいました、いきなり。ひそかさん、無事でいてくれよ。木谷、今和谷じゃないよね、さすがに。ケイ、じゃあ俺護身水まだ使ってねえよな。護身水はですね、あの万葉丸がなくなった時に使おうかなと。いや、でもあれか、うん、あ、護身水が手来るだろ。来なかった。すごい。どっちだ。ん、地図によるとあんまりこっちにはなさす、ない。あ、こっちか。すっ、こっちですか。怖いな、このね、あの、早く動けないと。こう、おめえか。
5月行ったね。行った。オッケー。いい感じだ。あれ、大丈夫だよね。終わったよね。うん。今度はうまくいきましたね。5ヒット来たぜ。うん。あ、この間行ったかな。なんか、そうそう、友達がね、なんかね、ユーナみたいな感じって言ってたんだよ。この、ユーリちゃんの FFF。おい！連呼かよ。連呼かっこ悪い。外したかなり使っちゃってんな。でも基本的に鏡石はね割りたくないから。あはもうきつ。やばいな。やべえな、こいつでフィルム超使ってる気がする。オッケー。ちゃんとね、攻撃するときに体力をね、敵の体力を見ることを忘れないようにして。やっぱ出現率高いとめんどくさいね。お、フィルムちょっと欲しいかな、なんちゃって。反応がなんかあったんですけどね、ないぜい。そっちか。こっち？これか、万葉丸だ。思ったんだけど、ノーマルだから2個なのかね。うん、だよね、絶対。で、ハードだと、1個になるんじゃないかな。っていうか、減ってくっていうか、ナイトメアは万葉丸出て、いや、御神水が出てこなかったりとか。違う、こっち、こっち、こっち。フィルムじゃなかったぜ。ひそかさん！うん。今は谷でいいのかね。うん。大曲坂井？難しい。マジでゆとりのためにひらがなを振ってください。うん。お母さん、一度死をね、死のうとした人がね、ここに入れるみたいな。ひそかさんはなんかありそうだよね。うん。ここか。今開けた音か。悲鳴に聞こえただ。大曲坂井でいいよね、おそらく。日本語は難しいです。うん。扉からの扉。風車。3人取るの厳しいな、これね。あ、いや、このここで3人取れたのか。ダメだね、コンプリート目指すんだったら。ちょっと、あ、1個使っとけ。コンプリートだいぶ先になりそうなんだよね。まあ、一応初見なんであんまり気にしないでやっとるんですけど。ひそかさんだ。うん、なんか目につくな、このお地蔵様。なんもない。うん。でも最近のゲームは優しいよね。こうやってね、アイテムが起こってるとことか教えてくれるからね。あ、こっちちょっと使っとこうか。今雨降っとらんし。こっ
これ重要っすよね、こういうの。うん、こっちだよね。 OK、 アイテム落っこっておりませんかね。もうまたお前か。ちょっと広いとこで、まあ、しょうがない。いざとなったらもうなくなったら七式で頑張るしかない。ん？おお、っていうか俺そうだ、Q 使ってね、Q 使ってなかった。こいつ慣れてきた分。そうだよ、そんな万葉ガン使わねえで Q 使えばいいんだ。ゲージもったいね。うん、6回来たね。なんか流して、流してたっていうか、まあ、夢中になっちゃったからあれだったんだけど、6発来ました。あれ思い出すね、レン思い出すね。レン、レン、なんだっけ、確かどれかの連がそんなんだったんだよな。作品によって効果違うやつもあるんだよね。バイオフォーのなんかサドラーみたいなおばあちゃん。出れた？おい、何者だ貴様。サドラー、怖え。危ねえ。消えよる。撃っとけ。ほん。こいや。怖いよ。ダメだった。もう一回。あぶね。ババア。これか、これに閉じ込められたのか。反応が、あ、ちょっと避けられんかった。あ、しかもあれだ。いや、ちょっと待って、攻撃が解けてからこれあかんやつや、直せ。やばい、2個になってる。そしてこういう時こそ Q を使う。いや、ダメだった。待て待て待て。ちょ、一回退避。 OK、 来いや。ダメ。
あ、ダメだ、あんまり回復しなかった。すげえ、超いっぱいまとわりついてんだけど。あ、いかん。あ、ダメだな。いや、でもまあ、回復の危ねえ。どこや。まがまがしい。危ねえ。エクソン。いた。これ誰ならフェイタルいけんな、なかなか。ちょっと回復。なんかいい夜。かなり使っちまったな。これは？玉手箱。うん。柱を作られま。流水門の式。うん。うん。これは誰だ？花嫁さん？違うか。うん。こう言ってもなんということでしょう。あ、劇はね、持ってるやつを、あれ違うのか。劇って持ってるあのゲージ全部使って、そのゲージに応じて威力が上がるってやつじゃなかったっけ。 K が使ってたのがそうだった気がするんだよな。2倍のダメージを与えることができる。うん、溜まってる時、うん、うわっ、適当に構えたらなんか出てきた。うわ、くそ。いや、とりあえず1個使っとけ。もうそう、2体いる？あ、ちょ、狭いな、やばい。消えた。ばあさんが消してくれた。ありがとう。あいついいやつなんじゃねえか、実は。いや、絶対いいやつじゃねえけど。危なかったね。でもあれはちょっと普通に無理だった。劇へ。劇ちょっと見てみますか。強化レンズ。あと絶対使わねえかな。レベルが高いほど相手に与えるダメージが上がる。あ、これか。滅があれなんだ。劇が2倍か。どっちがいいんすかね。滅でいいか。ほんじゃあこれで。なんか色のバランスがいいし。
昨日今日か。どうしよっかな。3万4万、全部強化できるけど、レン君のやつ残しときたいからな。まだいいべ。ババアに助けてもらったぜ。慈悲じゃ。あぶね。ひそかさん。14式、高画質。うわ、なんだよ、開けたとこに出た。ん？ひそかさん。海？なんか反応が、反応がってあれか、ひそかさんの反応だったのか。風車？ひそかさん！1枚しか取れない。花嫁さんだ。逃げろ。おい、やっ、無理だろこれ。どうすりゃいいんだ。鏡石使っちゃったぜ。うわ、終わった。初ゲームオーバー。超すみません、こっからお願いします。無理だろう。おい、どうすりゃいいんだよこれ。姿勢の声にあったね、こんな。あれ、ちょっと待って、イージーになってないよね、難易度。大丈夫だよね。どうすりゃいいのこれ、マジで。で、この人だって攻撃できないでしょ、確か。なんとか逃げ切り。初あれですね、ゲームオーバーが即死でしたね。いやいやいや、申し訳ねえ。前のショーが長かったからだけに、ちょっともうちょっとあれかなと思ったんですけどね。今回は終わりっぽいです。くそー、死んじゃったよ一回。つえー、マジで。即死か。目の前に来るの反則。じゃあ一旦切ります。